マインツのコーチ、マイケルの視点から見るサッカー文化の違いと指導哲学。1、はじめに、マインツのアシスタントコーチ、マイケルは、長年にわたり、ボースベーソン監督と共に働いており、ドイツとデンマークのサッカー文化の違いや、彼自身のコーチング哲学について語っています。彼のインタビューから得られた知見をもとに、サッカーにおける国ごとの違いやコーチとしての役割について掘り下げていきます。2、マイケルの経歴とボースベーソンとの関係。 2.1 ボースベーソンとの出会い。マイケルは、デンマークのミッティランで、ボースベーソンと一緒に働き始め、それ以来、緊密な関係を築いてきました。彼らは、常に連絡を取り合い、いつか再び共に仕事をすることを望んでいたと語っています。そして、マインツで再びチームを組むことになり、その経験を生かしてクラブを指導しています。2.2 マインツでの生活と家族の適応。マイケルは、マインツの街やファン、そして、クラブの環境を非常に気に入っており、自分だけでなく、家族も快適に過ごしていると話しています。マインツの街は、彼や家族にとって安心感があり、彼のコーチング活動を支える大きな要因となっています。3. サッカー文化の違いとチームの特徴。 3.1 ドイツとデンマークのサッカー文化の違い。ドイツのサッカーは、デンマークに比べて、よりインテンシティが高く、セカンドボールを奪い合うプレーが多いと述べています。ブンデスリーガでは、選手たちが非常にフィジカルで、試合の展開が早いことが特徴です。これに対して、デンマークでは、プレーのテンポやスタイルが異なり、よりテクニカルなアプローチが求められることもあります。3.2 マインツでの指導哲学。マイケルは、マインツでの指導哲学について、チーム全体で物事を進めることが重要であり、選手やコーチングスタッフ全員が一体となって取り組むことを強調しています。彼は、短い距離間でのコミュニケーションと協力が、チームの結束力を高め、結果として良いパフォーマンスにつながると考えています。4. コーチとしての役割と挑戦。 4.1 コーチングの具体的な役割。マイケルの主な役割は、トレーニングの準備や対戦相手の分析、そして、ボースベーソン監督をサポートすることです。彼は、監督の補佐役として、チームの戦術的な準備や、選手たちの育成に努めています。また、必要に応じてトレーニングセッションで、選手たちと共にプレーすることもあります。4.2 自身の強みとチーム全体の強化。マイケルは、自分の強みとして、構造的にチームの活動を支えることと述べています。彼は、ボースベーソン監督が持つ、情熱的なリーダーシップを支え、チーム全体の運営がスムーズに進むように調整する役割を果たしています。コーチングスタッフ全員が各々の役割を全うすることで、チーム全体が強化されると考えています。5. まとめ。マイケルは、マインツの、アシスタントコーチとして、ボースベーソン監督と共にチームを支え、選手たちの成長を促しています。彼の経験と視点から見たサッカー文化の違いや、コーチングにおける協力の重要性は、他のコーチングスタッフや、サッカーファンにとっても、学びの多いものでしょう。今後も、彼らの指導の下で、マインツがどのように成長し、発展していくのか注目が集まります。